かわいい動物オコジョの楽しい冒険。オコジョは小さな体と大きな目が特徴の愛らしい動物です。彼らは冒険好きで、自然の中で楽しく過ごすことが大好きです。オコジョは川や森、山々を冒険し、新しい友達と出会ったり、美しい景色を楽しんだりすることができます。彼らの冒険はいつもワクワクさせられるもので、小さな体を生かして木の枝を飛び跳ねたり、湖に飛び込んで泳いだりします。オコジョはしっかりと硬いものにしがみつくことができるので、高い木の上にも登ることができます。そこから眺める景色はまるで絵画のように美しいのです。またオコジョは仲間と遊ぶことも大好きです。彼らは森で出会った新しい友達と一緒に木の上でかくれんぼを楽しんだり、川で水浴びをしたりします。オコジョの笑顔と元気な動きは周りの人々にも癒しを与えてくれます。オコジョの冒険は危険も伴いますが、彼らは勇気を持ってそれを乗り越えます。時には大きな動物と出会ったり、わざわざ冒険する場所を探す必要があります。しかしそんな困難な状況でもオコジョは決して諦めず、楽しい冒険を続けます。オコジョの冒険は我々に勇気と冒険心を教えてくれます。彼らは小さな体で大きな世界を駆け巡り、新しい発見や感動を求めています。私たちも彼らの姿勢を参考にし、自分たちの人生に冒険と楽しみを取り入れることが大切です。オコジョの冒険は彼ら自身だけでなく、私たちにも多くの素晴らしい教訓をもたらしてくれます。彼らの勇気と冒険心は、私たちが新しい経験やチャレンジを恐れずに受け入れることを教えてくれます。彼らが困難に立ち向かいながら冒険を続ける姿勢は、私たちにも挑戦を受け入れる勇気を与えてくれます。またオコジョの冒険は自然とのつながりを深める機会でもあります。彼らは川や山々を探検し、美しい景色とともに自然の恵みを享受します。私たちもオコジョのように自然との触れ合いを大切にし、その美しさや豊かさを心から感じることが大切です。さらにオコジョは仲間との遊びも大切にします。彼らは仲間との絆を深めるために、木の上でのかくれんぼや川遊びといった楽しい活動を通じて一体感を育みます。オコジョたちはお互いを助け合い、共に冒険することでさらなる楽しみと成長を得ます。オコジョの冒険は単なる遊びだけでなく、学びの場でもあります。彼らは自然界の法則や生態系の仕組みを自身の経験から学び取ります。山々での登攀や水中での泳ぎを通じて、自身の身体能力の向上や自己超越を達成します。彼らの冒険は自己成長の旅でもあります。さらにオコジョの冒険はエンターテイメントの要素も兼ね備えています。彼らの可愛らしいオコジョの冒険は、何よりも可愛らしい姿と愛らしい動きで私たちを楽しませてくれます。彼らの冒険はワクワク感や驚き、そして笑顔を与えてくれるエンターテイメントの要素を持っています。彼らの小さな体を生かした飛び跳ねや木の上でのかくれんぼなど、目の前で繰り広げられるオコジョの冒険はまるで映画のような鮮やかなシーンです。オコジョたちの冒険はただの遊びではなく、学ぶことが多い場でもあります。彼らは自然界の法則や生態系の仕組みを経験しながら学び取ります。例えば山々での登攀や水中での泳ぎを通じて、身体能力の向上や自己超越を達成します。彼らのおかせオコジョたちの冒険はまだ続きます。彼らは新しい場所を探検し、未知の世界を発見するために常に行動を起こしています。彼らの勇気と冒険心は、私たちにも喜びと勇気を与えてくれます。私たちも彼らのように日常生活に冒険の要素を取り入れ、新たな発見や感動を求めてみませんか？オコジョたちの冒険は自然とのつながりを深める機会でもあり、仲間との絆を育む場でもあります。彼らから学ぶことはまだまだたくさんあります。彼らの可愛らしい姿と愛らしい動きは、私たちを楽しませてくれるだけでなく、鮮やかな映画のようなシーンを演出してくれます。オコジョたちの冒険を通じて、私たちオコジョたちの冒険は無限に続きます。彼らは新しい場所を探検し、未知の世界を発見するために常に行動を起こしています。彼らの勇気と冒険心は、私たちにも喜びと勇気を与えてくれます。私たちも彼らのように日常生活に冒険の要素を取り入れ、新たな発見や感動を求めてみませんか？オコジョたちの冒険は自然とのつながりを深める機会でもあり、仲間との絆を育む場でもあります。
彼らから学ぶことはまだまだたくさんあります。彼らの可愛らしい姿と愛らしい動きは私たちを楽しませてくれるだけでなく、鮮やかな映画のようなシーンを演出してくれます。おこじょたちの冒険を通じて私たち自身の冒険心を刺激し、新しい経験やチャレンジを恐れずに受け入れる勇気を与えてくれます。おこじょたちの冒険は日常生活に冒険の要素を取り入れることの大切さを教えてくれます。自然との触れ合いや仲間との共有、学びと成長、そしてエンターテインメントの楽しみを通じて私たちの人生が一層豊かで充実したものになることでしょう。おこじょたちの冒険はまだまだ続きます。彼らは新しい場所を探検し、未知の世界を発見するために常に行動を起こしています。私たちも彼らのように日常生活に冒険の要素を取り入れ、新たな発見や感動を求めてみませんか？